たどりましたな。そうだよ、本当にヒューベルトは働きすぎなんだって。僕みたいによく寝てよく休めばこうして倒れたりもしないのにさ。貴殿に言われるのは尺ですが、今はただ受け止めるしかありませんな。私が倒れたのは事実ですし、何より貴殿に手厚く看病されてしまうとは実に複雑な心中です。ひとまず感謝はしておきましょう。どういたしまして。僕だって人が倒れてたら手くらい貸すよ。いや、それはどうですかな。おそらく人が出払っていたからでは。なんだ、わかってるじゃない。その通りさ、他に押し付けられる人がいたら看病なんて面倒するわけないよね。放置して問題になったら困るから仕方なくこうしてるんだよ。そこで見捨てるような男であれば、もともと仲間とは思っていませんからな。僕も仲間じゃなきゃ見捨ててるかもしれないね。しかし本当に惜しい。貴殿の先ほどの処置は見事でした。私を気遣いながら怪我の有無を確認し、楽な姿勢を作ってここまで運ぶ。普段からこれだけ精力的に動き、その知恵を活用してくれれば、どれほど私たちに、我が主にとって役立つ人材になれるかと。また我が主か。いいじゃない、僕みたいのがいても。ほら、アリの巣の中でも2割ほどのアリがいつも働かずに寝てる。その2割を巣から取り除くと、残りのアリの2割が今度は働かなくなっちゃう。そんなアリだって、他のアリがみんな疲れ果てたここぞって時はちゃんと働くんだ。人の営みだってそんなもんだよ。僕は普段は働かないアリ。たとえ貴殿の理論が正しかったとしても、自身が働かないことを正当化されては全く説得力がありません。それじゃあ僕は行くから、しっかり休みなよ。僕からすれば、君たち主従は働きすぎなんだ。本当に二人揃って倒れたりされたらこれ以上ないくらい面倒だから、適度に休んでよ。僕ほどとは言わないからさ。今日だけは貴殿に利がありますな。その言葉に甘えることにしますよ。武具の手入れ中か。余念がないな、ペトラ。フェルディナントですか。武具手入れとても大切。あ、その通りだな。その武器、ブリギットのものかね。いいえ、ダグザの武器です。ブリギットの人よく使いました。そうか、珍しい形状だとは聞いていたが、実際に見るのは初めてだな。ダグザ、武具や武術様々流入しました。ブリギットの戦い方影響されます。なるほど、ブリギット諸島は西方のダグザ大陸から影響を強く受けたのだな。異国の戦い方というのも気になるな。よければ教えてくれないか。承知ですが、武術、説明困難です。私たち組み合うしますか。実際に見せてくれると。それはありがたい、受けて立とう。では行きます。ペトラ、ここまでにしよう。あなた、ダグザの武術わかりました。ああ、身をもってな。正直フォドラの外の技術と侮っていたよ。
足運びや体軸のずらし方に独特の技術があるのだな。これは実戦でも有効だろう。それに君も相当に鍛え抜かれている。拳での突きが槍のような鋭さだったよ。戦う技術、ブリギットより必要です。ダグザとフォドラ挟まれています。王族の前、私一人の戦士です。戦わなければ生きる、守る、できません。以前帝国は侵攻してきたブリギットとダグザの連合軍を散々に撃退した。しかしその勝利は地の利と、おそらく手運があってのものだったのだろう。君を知って私はそう思うよ。知る前に見くびっていた自分を恥じねばなるまい。私もフォドラ来て様々知って恥じています。無知勝る無知ありません。互い研鑽し進歩しましょう。ああ、共に進もう。我々はいつだって前を向かねばならない。
ようこそ。大なんだその顔は。フレンが望む魚を釣る。魚が釣れたらフレンに打つ。頼みがある。セテス殿から聞きました。前説は物々しく、私はやはり。ねえ先生はい。しかし、さ、皆に。あら、先生も参加し、私が食べたい。なので、お魚が釣れ。なん、実は。
助かった。頼みを聞く余裕はあるか？すみません。クレント、お願いしたいことがあるんですが。じゃあ。え？実はお願いがあるの。よ。感謝するぞ。何か用か？また来てくれ。え？ん？あら、君が。あら、今の。
善いかがでしょう。頼む。呪術師君も釣り。お前も気をつけろよ。これしか誰にしろやられる。
少し。お、褒められる。少し。お、また。
しだ。できて。こういうやる。できて。今日。おかげ得たものがあった。ちょっと聞いていいかしら。聞いた私が悪かったわ。先生、こんな遅くに何を？少し外に出たくてね。夜風に当たっていたのよ。眠れない夜はいつもそう。眠れないからといって夜更かしが過ぎるのは良くないわよ。まあ私自身もそうなのだけれど、あなたは外の空気が恋しくなったことはある？私はあるの。太陽の光に、自然の風に恋焦がれた。前に私の兄弟姉妹の話をしたことがあったわよね。彼らが一人としてまともな生を送れていないという話も。本当に？まあいいわ、続きを話すわね。その兄弟姉妹も私も一時球場の地下で鎖につながれていたの。目的は私たちの体に強い紋章の力を与えるため。私はフレスベルグ家に伝わるセイロスの紋章を持っていたけれど、強力な大紋章ではなかったし、兄弟姉妹の多くは紋章を持っていなかった。ホドラを滑る無比の皇帝を生み出すべく、私たちは体を刻まれ作り変えられた。その唯一の成功例がこの私、エーデルガルト・フォン・フレスベルグ。そして私を作り出した代償に、残りの皆はその身を滅ぼしたわ。私が作り出される過程では無関係な多くの者の命も奪われていった。これが今のフレスベルグ家の、帝国の呪われた真実なのよ。私の力を見れば納得できるわ。今までは隠していたもう一つの紋章の力、それをあなたに明かしてあげる。あなたと同じ炎の紋章。この紋章を得たその時に私は誓ったの。私という存在のために犠牲になった家族と、多くの見知らぬ人々のために
愚かしい犠牲を二度と生まないよう作る。そのための皇帝になると。仕事だ。はい。任務。なるほど。実戦で試してみねえと。一歩一歩。